い。はあ。はあ、トライデント欲しいけど、トラウンド倒すのめんどくさい。こうなったら、できた。トラウンドトラップ。吸い上げて、落ちて、倒すだけ。トライデントガンポガンポ。レッツチョイテク。この装置は水面の上に作るよ。まずは深さ2マス以上の海や川を探そう。水の底に2マスかける2マスで穴を掘ろう。深さは1マスだ。そこにソウルサンドを置こう。ソウルサンドの上に水面から1マス出るまでブロックを置くよ。このブロックは後で壊すから素材は何でもいいよ。一番上のブロックの周りを囲むようにブロックを置くんだ。このブロックは何でもいいけど、今回は中が見やすいように手前だけガラスにしてみたよ。そしたらソウルサンドの上に置いたブロックは壊しておこう。今置いたブロックを高さ25マスまで積み上げよう。ブロックの中を1マスずつ水で埋めよう。全部ちゃんと水源になっていれば体が上までぷかぷか浮いてくるはず。塔の前の水面の上にこの形でブロックを置こう。この場所に頭皮の木のトラップドアを置く。この位置に滑らかな石のハーフブロックを置こう。この両脇2マスのブロックを高さ25マスまで積み上げるんだ。一番上に高さ3マスの壁をこの形で作ろう。この位置に看板をそれぞれ3枚ずつ置く。さらにさっきより1マス低いこの位置に看板を左右に1枚ずつ置こう。水面から2マス開けたこの位置にガラスを置こう。このガラスをまた一番上まで積み上げるんだ。一番奥の壁から水を流そう。一段上にブロックを敷き詰めて天井を塞ごう。これで完成だ。ソウルサンドの上に来たドラウンドや他のモブが次々に上へ吸い上げられていくさ。一番上まで上がったモブは今度は水に流されて落ちてくるんだ。そのモブを倒せば武器や経験値をゲットできるさ。今回はドラウンドだけギリギリ生き残る高さになっているさ。アイテムは欲しいけど経験値はいらないって人はもう一段高く作れば OK だ。ペケロントラップ、みんなもぜひ作ってみてね。それにしてもどんな感じでドラウンドが吸われていってるのか気になる。怖いけどちょっと潜ってみよう。あれ、もう全部吸われちゃったかな。